皆さん、こんにちは。今回は、スターバーストストリーム強いのっていう質問があったっていう話を前回して、それに、答える形で動画にしたと思うんですけど、じゃあ、具体的にどれくらい強いのかっていう話をしていこうかと思うんですけど、まあ、どういう風に、強さを示すかというと、まあ、俺のステータスでどうなのかっていう話なんですけど、エギルジムで実際に打ってみて何千万出るかっていうのを他のスキルとの比較によってね、ちょっと見ていこうかと、思うんですけど、今片手直拳のフルバーストでこれがかなり強い部類に、なっているんですよね。マザーズロザリオ、これのフルバーストですね。で、これが相当強いんですよ。で、バースト時の効果、攻撃力が防御力 ×2 上昇って、まあ、これ十分強いやつなんですよね。で、するとアスナのレコード2枚以上の時、自然属性なしダメージ 100% 上昇と。で、実際こっちは、バースト時それ、似たような効果、防御 ×2 と、ヒースクリフ装備してない時にダメ 100% 上昇と、まあ、ここら辺はね同じような効果なんですけど、さらにアスナ2枚でクリティカル発生率 500% 上昇、まあ、ここまでは、まあ、クリティカルどっちも出せば同条件なんですけど、ここからですね HP25% 未満の時クリダメが 100% 上昇と、まあ、これがねちょっと HP25% 未満っていう発動条件がねあるんですけど、まあ、ここから強くなっていくといった感じで、これバースト時、スキル威力 5510% なんですが、こちらも、貫突すると 5510% ダメージということで、あと違いがあるとすればこちらが単体11連撃っていうのに対して、スターバーストストリームが、単体16連撃なので、ちょっと硬直が長いというところが違いありますね。特に、まあ、連撃数が多くてモーションが長いと、ちょっと覚醒、1覚醒内に打ち切れるかがちょっとね不安になってくるところなんで、まあ、そういった違いもありますが、まあ、今回は単純にちょっと火力だけ、まあ、見ていこうかなと思います。どう比較するかというとですね、この編成で、それぞれこのマザーズロザリオと、スターバーストストリームを一発ずつ打って、まあ、どれくらいのダメージが出るか、見て、ちょっと比較するという感じで、で、これの条件も全部発動させたいんで、HP を 25% 未満に、まあ、しようかと思ってて、試しにちょっと本当に 25% 未満になるのか見てみますか。今、熟練インゴット、それと HP インゴ、まあ、あれカジバインゴットと呼んでるやつですね。これを、裏セットの斧側に、つけています。これ経験値上昇のインゴットも最大 HP 低下するので、まあ、これねインゴットに鍵つけて、あ、これちょっとね合成しちゃった、3凸になってる。あとはこれがね、直剣熟練が最大 HP 50% 低下なんで3つ積んで、28280となってるんですけど、表に切り替えて覚醒します。するとこれが、25% 未満になっていますかね。28万を4倍しても、10万ちょいなんで、まあ、25% 未満になってますね、確かに。っていうのが確認できたところで、裏セットの斧コネクト闇ザンザンと、なっていて、で、コネクトこれ自体が闇属性なんで、ここにね、残属性2枚を、入れますと。で、そして、一応ね、これが入っています。なんでかっていうと、まあ、最大 HP 127,500 あたりで、まあ、クリ率 100% になると、まあ、大体ですけどね、言われてるんですけど、まあ、それを打ってからね、表に切り替えることで、このマザーズロザリオも、まあ、クリティカルで打つことができると。これクリ率上昇効果とかはないんですが、この作詞バフと呼ばれるこのねバフ効果で、外周一色4バフというやつですね、
まあ、これでねクリティカル発生率を上げて、で表のやつこれをクリティカルで打つと、そうすれば一番下の、スターバーストストリームのこのクリダメ分あの違いが、わかると思うんで、ちょっとね一発ずつ打って、まあ、見ていこうかと思います。それ以外はまあ、スイッチ枠わけわかんないの入ってるんですけど、まあ、新眼が、まあ、ついてるんで入ってます。新眼っていうのはクリティカルダメージが 7.5% 上昇する覚醒効果で、ここにはまあ、なぜか新眼の、まあ、新眼攻撃パーセントの方がいいかなわかんないけど、新眼が入ってますね。クリダメ 7.5%、まあ、ここはもうちょっと、調整して新眼かどうか、何入れるのかいいかっていうのを、まあ、見ていくといいですね。まあ、これアスナ入ってるのは、まあ、これですね。まあ、どっちもなんですけど、アスナ2枚以上っていう、発動条件があるので入ってますね。まあ、こちらもね、アスナ2枚条件があるんですが、こちらは、クリ率の方というところで、まあ、ヒースクリフを入れないようにしたいですね。スターバーストストリームの方が、ヒースクリフを入れると、発動しない効果があるんで。で、こちら、キュートな狼娘アスナ、これ入ってるときはアリスのスキルが入んないようにしましょう。した方がいいですね、なるべくね。アリスのスキルを1枚も装備していなければ攻撃力が 18% とか 20% とかね、貫突すると 20% になるのかな、これなると思い、なりますね。そう 18% とか 20% とかに上がるんで、でアスナ2枚のために入ってますね、パワーライズなんで。で、歴戦の剣技4が入ってます。あとはまあ精神統一さんが入ってるんで、覚醒率も、地味に上げていくという感じで、まあとりあえずは入ってますね。まあキリト条件満たしたいなら、何からのスキルのねキリト条件満たしたいなら、まあ歴戦のキリトでもいいところなんですが、まあ直剣でやってるんでキリトは全然ね、まあ、満たすことはできると。で、あとは、ライトマジック入ってますね。防御力が自身のレベルかける、なんとかパーセント重傷と。で、レベルが、今カンストしてるんで、まあ、最大で 34%、まあ、十分上がると。まあ、200レベルいけば 34% なのかな？今250レベルか。で、あとは、俺の所持スキル的にちょっと、これぐらいしかいいのなかったんで、これが、まあ、覚醒だから入ってる。他になんか入れたら良さげなスキルあったかな。まあ、このあたりとかはね、まあ、敵投降にできるならね、まあ、こういうのもいいんだけど、まあ、ちょっと、俺の所持スキル的にはなんか、まあ、微妙かなという感じで、まあ、これもね、新眼で、まあ、クリダメ上昇、バフ中だったらクリダメが上がる効果とか、まあいろいろあるんですけど、まあ、今回はまあ単なる検証でしかないんで、まあこれがね、キリト2枚以上の時に攻撃力が 20% 上昇と、で覚醒効果非戦で攻撃力がさらに 5% 上昇するので、攻撃力が 25% 覚醒中上昇しますと、まあ、それだけが覚醒で入ってるっていう感じですかね。なんか、まあ、これと、これは、まあ、HP わずか残してなんで、こういう HP が何パー以上で発動するやつとかは、装備したくないですね。あとは、小春に、勝手に刻印とか打たれると、ちょっと検証にならないんで、小春の、スキルは外していこうかなと、思います。といったところで、そうですね、そろそろ、エギルジムじゃねえや、もうクラインジムになっちゃったんだ。もうエギルジムでいいじゃん、なんで変えたの、わけわかんない。残属性弱点なんで、まあ残なら何でもいいということで、まあ残闇でいきますか。作詞バフかけます。オノコネクトで発動条件を満たしていきます。闇残残と満たします。で表セットに切り替えます。ここで右上のダメージ表示がゼロになるのを確認して、フルバースト打ちます。これで1000万あたりが出たのか、まあ、これがマゾロザですね。こちらが、スターバーストストリームいくつ出るでしょうか。1500万ですね。今の、見ていきますか。
こちらが、マザーズロザリを、撃った時のダメージですね。1188万8348、まあ、1188万ですね。私の実力ではちょっと強い人が見たら雑魚って思うかもしんないですけど、こちら、スターバーストストリーム撃った時の、ダメージ 1500万、まあ、だいたい、1200万か、切り上げすると1188万というか1200万くらいか、こっちが1500万くらいか、まあ、300万くらい変わるということで、まあ、300万変わるっていうことは2発撃てば、600万ダメージも変わると。で、1人当たり600万変われば、例えば火力が4人いれば 6C24C で2400万変わるんで、1発2発あたりか変わってくるんで、そう、2発撃つ間にね、それだけの差が出てくる。4人分で2400万の差が出てくると、2発撃つ間4人の火力とも、その何、マザロサじゃなくてスタバを撃った場合、まあマザロザスタバってどっちも違う、なんていうの、スキル機能的に違うんですよね、フルバーストとバーストって。まあだから連発できるかどうかっていうのも関係するんですが、まあ、スタバはあれなんですよね、貫突すればフルバースト中にね、フルバーストとして撃てるんで、普通のバーストも貫突すれば、フルバーストとしても使えるようになるで、フルバ起動中に。だからまあ連発して撃てると。まあただ16連撃っていうちょっと硬直の中、硬直というか、硬直技の長さ、なんか、自由がね、効かない時間がね、長いんで。まあ結果的には1200万と1500万くらいなんで、まあ300万の差と。いう感じで、それが大きいかどうかっていうのは、まあ、人の捉え方次第という感じで。まあ、特にこれだと、3発撃っていくんで、まあ、1発目はフルバ起動をこれにするとしてもやっぱ2発で、300万ずつの差が生じて、まあ、600万。まあ、正直俺の、あれなんですよ。このアビリティ構成かなり弱い方なんで、ちょっとなるべく、汎用性の高いものとか、こういう風にね、ちょっとね、古いスキルが入ってたりとか、して、あんまりね、よろしくない、構成ではあるんで、本当はね、もうちょっとね、心あたりを、あれに変えたいんですよね。月下の調べリーファだっけ？月下リーファみたいな、なんか、横笛吹いてるやつ。あれがね、攻撃力 50% ぐらい上がる覚醒スキルだったかな、だった気がするんで、ああいうの入れればね、まあ、もっと強いんじゃないかなと思うんですけど、あとはちょっと心眼とか、この枚数でいいのかとかはね、細かく調整しないで適当にね、動画にしちゃってるんで、まあ、そこはね、申し訳ないんですけど、だから、本当に、ちゃんとしたいい比較になってるかわかんないですよ。だって、例えば、これ心眼ばっか入れてるけど、これが、その HP25% 以下で、クリダメ 100% 上昇って、この、ダメージ倍率系ですね。クリダメ属性ダメ、弱点ダメとか。このね、ダメージ上昇系って、計算式上では同じ枠なんで、この心眼をいっぱい入れるのが良くなかったかもしんないんですよ。だって、あれなんですよ。これさ、ただでさえさ、ここ、自然属性なしのダメージが 100% 上昇で、ここでダメ 100% 伸びてるんですよ。で、こちらでクリダメがさらに 100% 伸びてるんで 200% ぐらいになってるんですよ。で、そこでさらに心眼とかいっぱい積むよりも、まあ、非戦ってわかるかな？攻撃力が 5% 上がる、こういうやつですね。まあ、非戦とか入れた方が良かったかもしんない。あとはスタックブーストとか、スタック積めばね、まあ、そっちの方がいいかもしんないですけど。まあ、ちょっとめんどくさいんで、もう、やめときます。まあ、だいたいそれくらいの、まあ、火力差がつくっていうことで、まあ、すでにマサロザ持ってる人は、まあ、これくらいの差だったら、まあ、これちょっと敬遠するかなとか、これさ、ただでさえさ、これあれなんですよ。ステ3式でさ、
で、ステップ3で、ピックアップスキルが 16% ぐらいなんですよ。で、ほんと2周3周して、1周6250ジェムじゃないですか。だから3周して18000、9000とかやってもなんかヒースクリフしか出なかったって人もいて。まあ俺もちょっと似たような感じだったんで、まあ5周、あれ何周したっけ ?4 周、5周ぐらいしたっけ、まあ、したんで、まあ、そういう人もいるから、それくらい引けるジェムありますかって話だし、まあ、人によってはね、運が良ければ、ステップ1だけで全部来たとか、ステップ3まで1周して全部、ケリとヒースクリフどっちも来たっていう人もいるんですけど、まあ、誰もがね、それ全部出るかっていうのも、とは限らないしね、ちょっとね、使うジェム、限られてると思うんで、無課金、美課金の方はね、特に。なんで、まあ、ちょっと狙うかどうかはやっぱ本当に微妙なんですけど、まあ、こういうマザロザ、フルバとかもう持ってない人は、まあ、特に、まあ、狙っていいんじゃないかなと思います。まあ、これはね、これを、まあ、リセマラで狙うなら全然、まあいいかなって思いますね。今ちょうどね、7周年つなげキャンペーンっていうのをやってて、まあいきなりね、1250ジェム使えるんで、ステップ1だけ引くリセマラができると。で、この中で言えば、これですね、6メガルミ降臨オーダーの復刻が来ておりまして、こちらのこの勇気ですね。まあ、どっちかっていうとリセマラするならこっちなんかなって。なんでかっていうと、火力出せるその、ソードスキルですね。っていうのはその環境が変わると急になんかもっと強いやつ出てきたりとかもあって。まあこれは十分強いんで、まあ相当後でもね、まあ使えると思うんですよ。始めたての人からしたら。だからまあ環境変わったとしても、まあある程度、まあ使えるとは思うんで、まあいいとは思うんですけど、まあ、アビリティ引いておけばね、もっとね、長くね、汎用性が高くてもっと長く使えると。まあでも、汎用性っていうと、これ残属性オンリーなんで、こっちあった方が、そもそもね、パワラさんなんか、あってもね、こっちこういうのなければ、そもそもボスに、ダメージが与えられなくて1しか入んないとか、そういうこともあるんで、まあ、パワラよりスタバっていう人もいるんですが、まあ、こっちでリセマラ、こっちリセマラで狙っても、俺は悪くないのかなとも、思いますね。同じセット内にリーファーとか入れると、まあ、3秒ごとに自動回復するやつがあって、まあ、これでタンクでもまあ、使えなくはないかもしんないんで、まあ、悪くない。で、特にまあ、俺はこのシャインコンバージョンとっていうね、効果を持つ、生属性強化の、パワラさん持ってなかったき、まあ持ってるけど覚醒じゃないとかね、っていう感じだったし。で、あとはこのアスナ1枚以上で繰りダメ 30% も上がるのがすごくいいんで。で、これ何?リズベット1枚で 25% も攻撃力上昇と。で、これ相当強いんで、本当はこれ欲しいんで引きたいんですけど、ちょっとジェムがね、SJ イラストのオーダーとか来るし、7周年も控えてて、7周年記念オーダーとかもね、来ると思うんで、ちょっとそのためにね、ジェム貯めておきたいから、ちょっと悩んではいますね。まあ、とにかく、まあそうですね、火力の違いは、まあさっき見た感じ300万とかしかなかったんですけど、まあそれしかっていうか結構あるんですけど、300万って。っていう感じですけど、今後の環境の変化によっては、その 100% ダメージが変わってくるかもしんないし、で、そもそもまあこっちクリ率 500% ついてるんですよ。で、最近そのクリ耐性、クリティカル耐性ボスについてるのがめっちゃ高くて、そもそもクリティカル出ないっていうのもあるんで、まあ単純にどっちもクリティカル出すっていう同条件で見たんですけど、上の層のボス相手に、クリティカル出せるっていうだけでもすんごいんですよ。で、残属性のクリダメインゴットとかも使えるようになるわけなんで、まあ、そう考えると、まあ、相当強いなかなと。で、まあ、バースト、うまくね、生き残って、運よくね、バーストにつな
やられたら、あのバースト中は無敵なんで、まあ、HP25% 未満の時もね、これ打って、あの無敵状態のままね、火力出せるという点で、まあこれはすごくいいと思います。十分強いですね。十分強い。火力としては強い。ただ、まあ使い方ですよね。ほんと使い方次第だなと思います。あの発動条件満たすのもちょっとね、まあめんどくさいというか、ちょっと、なんていうの?やりにくいというか、っていうのもあるし、まあいろいろね、発動条件があるんで、使い方次第、本当にスキルは何でも。っていう感じで、まあ、とにかく、あの、今本当に強いって言われてる、まあこのマザロザよりも、まあ強い、あの、一発一発がね、一発っていうか、スキル一回一回発動ごとにね、出せる火力が違うんで、まあそれで、その強さが、まあ伝わったかどうかわかんないけど、まあ伝えられ、なんていうの動画にできたんじゃないかな、動画に、なんて言ってんだ俺。まあとにかくまあ動画にできただけで、まあ、うん。もう、俺はもう十分満足してるんで勝手に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。